ートレース平和島 G1 開設69周年記念東京ベイカップ。ここからは準優勝戦3つのカードが続きます。まずは1つ目第10レースが始まりました。対戦メンバーは1号艇中田龍太、2号艇平本雅之、3号艇中野次郎、4号艇大池祐樹、5号艇おさらよりむね、6号艇原田敦史、以上6選手の対戦です。風はホーム追い風コンディション続いています。まずはインコース1号艇の中田龍太です。高枠の一戦人気を集めた中田、さあここは逃げて優質1番乗りと行きたいところです。2コースは2号艇の平本雅之、当地実績ある平本が2コース、そしてスタート展示同様3コース角に引いていきました3号艇の中野次郎、そしてここ地元勢は3人揃っています。4号艇の大池祐樹が4コース、そして5号艇のおさらよりむね5コース、最アウト6コースは6号艇の原田敦史。今シリーズは軽快な動き、シリーズ3日目には6コースから2着連帯果たしています。スタイルは2対4と分かれました。3号艇中野の3角戦です。第10レース準優勝戦、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。センター3コース3号艇中野若干覗いたスタート、1周1マークへ向かっていきますが、インコース1号艇の中田が逃げて3号艇の中野まぐり出しを狙いますが、これは入れず内側から4号艇の大池、外は5号艇のサラ、向こう上面に張りますがインコース1号艇中田押し切りました。トップに立ってリードは2点し、スタートは前提正常、2番タラスイですが4番5番並ぶところ、内側から6号艇原田も参戦の構えで1周2マークです。1周2マークは1号艇中田が先頭でクリア、2番手外前5号艇の長田、5番の長田がわずかに2番手、内から迫っていくのが6番の原田。レースは2周目に入っていきます。先頭1号艇中田は抜け出しました。2番手は5号艇の長田の内側、6号艇の原田が捉えていきまして、2周目1マークでは6番の原田が先前、5番の長田が刺していってバックスエッジへ入ります。刺していった5号艇の長田がわずかに2番手なんですが、食らいついていく6号艇の原田。レースは2周目にマークに移っていきます。現在2番手3番手の定冠わずか一定し、レースは2周にマークです。トップ1号艇中田は独走に入っています。2番手は5号艇の長田がクリア、6号艇の原田を追っていきますが、ここで2番手3番手は定冠角が開きました。5番の長田が2番手で、体勢は1番5番6番で最終周回です。上位3艇が抜け出しました。後方は定冠開いて4番の大池、2番の平本、3番の中野が追走しています。3周大スタンマークを旋回、最後のバックスエッジへ入りました。トップは1号艇の中田龍太、ここは見事押し切っての勝利。2番手は5号艇の長田が追走、2、3番手の定冠も開きました。6号艇の原田が3番手、前の体勢は1番5番6番とどうやらまとまってラストコーナー旋回、最後の直線コースに帰ってきました。準優勝戦1つ目第10レース、まもなくゴールを迎えます。先頭1番中田ゴールイン、5番長田ゴールイン、6番原田ゴールイン、2番平本、4番大池、3番中野ゴールインです。